動いてると できなくて、そう感じます。名曲中の名曲を聴かせていただけて、私は大変幸せでしたけれど、プログラミング の傾向っていうんでしょうか、例えばエチュードだとハーモール の25の10とか、まあ、10の1とか、あと木管ですと杖モールとか、あとバラードの2、それから早々ね、早々とか、ビスケルトのチスモールとか、まあ、元素ポロネーズもそうです。ドラマティックで不一致性を帯びた選曲を考えたり、まあ、悲劇性というものは、ショパンの魅力というか、要素の一つも過ぎなくて、まあ、セカンドラウンドでは割とその悲劇というよりは、ショパンの華やかさとか、無曲性というものを押し出していて、で、確かにファーストラウンドは悲劇性だと思います。で、サードラウンドは悲劇というよりも、悲劇の先にあるなんかこう悟りとか諦めとかが感じるような、僕には多いですよね。そうですね。それだけに日時 のマズルカフロンドがとても華やかで、刻々と音楽が変わる、その何て言うんですか、それをね、そのきらびやかな音に包まれて、なんかそういうものがすごく向いてらっしゃるようなね、独特な感性。まあそうですね、本当に、まあ、あれはロンドですけど、まあ、マズルカなので、そのマズルカのマズルカだけど、割ともうショパンが若い頃の作品だから、すごくもう華やかさっていうものが全然出ていて、でそういうのをいかにその自分がその場であたかもこう生み出しているような感じで弾けるかっていうことを、まああいう曲の場合は目指しながら弾いています。新鮮でね、本当に今この瞬間で音楽が生まれているような、そんな印象を受けました。素敵でした。何かブログに自分があるべき、道をこれからね、ピアニストとして、歩んでいきたいというのをおっしゃって書いてましたけども、それは自分のあるがままというか、あるべきとか、具体的にどういうことをおっしゃるか。まあ、それにはとてもいろいろな意味合いを含むので、はい、とてもその短い言葉では表せないんですけれども、一つ、まあ、ざっくりと言うのであれば、なんだろうな、出版に興味を持ってもらえるようなアーティストになれたらいいな。それはショパンにただ近づく、ショパンにただ寄り添うというわけではなくて、やっぱりショパンもずっとずっと新しいことをしていた人だから、自分もそういうピアニストとかアーティストになれていたらいいなというのはあります。まあ、そのためにいろんなものを吸収して、そんなものを吸収した中から、なんとかこう、まあ、そうするとやっぱり自分のやりたいことっていうのが出てくるから、でその自分のやりたいことっていうのが結果的に、まあ、自分でしか出せないものになっていったら、まあ、それは嬉しいし、なっていないかもしれないし、まあ、でもそういうのを積み重ねていきながら、だんだんと自分の話を、たくさんの才能っていうか、いろんなことがおできになれる方が、それがトータルに、まあ、個性としてね、ピアノに生かされて、私たちに素敵な音楽を与えてくだされば、とても嬉しいです。それで、うちの娘が申してましたけれども、日本は男の子がね、
ピアノをするとかバレエをするっていうことがちょっとヨーロッパとは違って何かね、あの違った目で 見られがちですが、どうかぜひね、あの日本の男の子が素晴らしいピアノをしてなってほしい。例えばね、熊徹のような存在にね、熊野哲也さんみたいなね、ああいう熊野の存在のピアニストも日本から、まあそうですね、子供たちの憧れに慣れてたら嬉しいですけど、楽しみにしますので、また試みをなさって進めていきたいと思います。どうぞ。